大本命、超本命、多分ここっていうぐらいの、限りなく本命に近い対抗、むしろ希望と言ってもいいかもしれません。予想以上の混戦になっております。それいけ丸松くん、へい平友です。今回の丸松くんは丸松くん理論に当てはめて、開幕参戦終了後 J3 昇格を考えてみた。ちょっと前の話です。ということでね、今回はその J3、まあ、始まってもう今日の時点で、5節が終わっている段階での収録をしています。2022年、昨年度も、行いましたね。その時の結果を見てみると、割と当たってたと。この3月、私、東海ラジオで新しい番組が始まるということで、なかなか収録ができなかったということがございました。ドラゴンズの平松っていうのを今打ち出している最中なのにもかかわらず、その波に逆流するかのように、私今年も J3 頑張っていきます。さて、それいけ丸松くんではこのような動画をどんどん今年もお届けしていきます。気になった方はぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。丸松、まあ、去年1年間で丸松で導き出してきた理論を総動員して、 J3 昇格をより精度高めにお届けしたいなというのを思っているんですが、参戦終了地点の順位を見て、去年もですね、いや予想通りの混戦になってますねなんていう話をしていたんですが、なんと今年は予想以上の混戦になっております。なので正直この理論崩壊する可能性大です。始まる前に言うのもあれですよ。ただとはいえ当てはめてやっていこうというのが今回の趣旨です。ちなみに3節終了後の順位から見ていくと、全勝のチームがないんですね。1位から14位までのチームがなんと勝ち点3位以内に並んでいるっていう大混戦だったんですね。去年で言えば1位から6位だったんです。それが今年14位まで伸びていたっていうことをまず覚えておいてください。さあ、今回の基準となるポイントを3つ挙げておきましょう。まず1つ目、1試合平均 1.5 得点以上、 0.8 点未満。2つ目、開幕参戦負けない。3つ目、監督の在籍年数。この3つを加味して今回は本命対抗穴を選んでいきます。3節終了地点で 1.5 得点以上、 0.8 失点未満のチームをちょっと上げていきましょう。まずは得点から。得点 1.5 得点ですので、3試合で 4.5 点以上。松本山が FC 琉球、岩手グルージャ盛岡、ガイナーレ鳥取、カターレ富山、ギラバンズ北九州、そして愛媛 FC なんですね。で、 0.8 失点未満、3試合ですので 2.4、松本山が FC 岐阜、八戸ですね、バンラーレ八戸というこの3チームだけなんですね。で、続いて開幕参戦負けないチーム、これがね重要なポイントでもあるんですが、松本山がFC 琉球、そして今治と FC 岐阜なんです。松本山が琉球、共に2勝1分け、そして今治と岐阜が1勝2分けなんですね。まあ、順位としては離れてるんですけど、1敗もしてないっていうところが大切ですよっていうのを丸松くんが言いましたので、この4チームが3節終了地点で負けてなかったチームということですね。そして3つ目のポイントの監督の在籍年数っていうのを加味して、本命は松本山です。超大本命、得点も開幕参戦負けないも、そして監督の在籍年数も、ありますと。基本的に監督が1年目のチームは優勝しやすい、2年目のチームは2位に入りやすいっていうのもねありますので、松本は監督も1年目、下田監督っていうところもプラスして、もう大本命、超本命、多分ここっていうぐらいの感じだと思います。見ててもやっぱ面白いしね。で、もう一つ、3節終了時点では琉球もここに入れようかなと。本命チーム、まあ、ちょっと怪しいんですけどね。得点というところをクリアしている、負けてないというところを大きく見て、本命にチーム挙げるとしたら松本、琉球という感じかなと。対抗、今治、鳥取、限りなく本命に近い対抗、むしろ希望と言ってもいいかもしれません。岐阜です。3節負けなし、守備面でクリアしてるっていうのが僕は大きいと思うんですよね。これなぜかというと、
守備がいいチームが J3 で昇格する可能性が高いってお話はね、多分もう皆さんも知ってると思います。今年の岐阜、3節終了時点で失点2なんですね。ただ得点が3しかないと。で、穴は八戸、岩手、富山。ちょっと今回も多めに、ちょっと穴は上げさせていただきました。特に八戸ですね、守備でやっぱり 0.8 失点未満を達成していた。5節を終えた時点、1.5 得点以上 0.8 失点未満を見ていくと、これ両方クリアしているチームが岩手グルージャ盛岡だけになるんですね、ここに来て。で、松本山田がですね、まあ、失点すごい2で止めてます。2勝3分けでね、FC 今治もそうなんですよね、2勝3分けで、両チームともに守備がクリアしていると、コンスタントに取っているっていう意味ではね、僕はね、鳥取、あと富山かな、そのあたりはやっぱりこの5節終了時点で考えると、なかなかいい場所につけているのかななんていうのも思います。ただね、今年のこの5節終了時点でね、見てて面白いのは、まあ、一番上、勝ち点10と勝ち点が3しか変わらないよっていうチームまでの間が、もうこの時点で1位から12位までっていうね、まだまだめちゃくちゃ混戦ですと。大体5節ぐらいになると若干こう離れてくるはずなんですが、まあ、こういうことになっているので、丸松理論崩壊するかもっていう話をしてます。丸松理論に当てはめたらこうなったよっていうだけですので、この理論を覆す戦いを今シーズン見せてくれることを祈っております。